それでは武井和也さんを、拍手でお迎えください。はい、では改めまして、スフィンクスを通して考える拡張の仕方という発表をさせていただきます。というわけでまずはじめになのですが、お前誰をがありますよね。改めて、武井と言います。ツイッターとか SNS だとこのアット武井というアカウントとこのアイコンで普段活動しているのでもし目にかけたらちょっとだけ気にしてあげてください。基本ちょっと後で会社のことちょっとだけ触れるんですが、基本的にプライベートで趣味系のパイソニスタをしてて、もっぱらライブラリーとか拡張の類をポツポツ作ってたりします。あと最近だとこの今回の資料も含めてこのスフィンクスでプレゼンテーションをしたがる人というラベルをちょっとつけるようにしてみました。で改めて所属と、会社の所属としては株式会社ニジボックスという会社で働いています。このニジボックスなんですが、リクルートグループの、グループ企業として所属している UI UX を中心としたデザインや受託を行っている会社です。もし興味があったらちょっとコーポレートサイトなどを覗きに来てみてください。とまた、ニジボックスの運営しているメディアの一部に皆さんも多分見たことある方いらっしゃると思うんですけれど、あとポストDという海外のテック記事を中心とした海外の記事を日本語で翻訳して公開しているキュレーションメディアを現在ニジボックスでずっと運用しています。こちらも月1ぐらいのペースで更新されてて近日にちょっと新しい記事出る予定なのでこちらもよろしくお願いします。で今回話す予定のことなんですが、主にこの4つですね。基本的に CFP やタイトルに出てくる通りスフィンクスの拡張の話をメインにしています。また、基本的に CFP にも書いてあった通り私が普段拡張を書いている時の体験談を踏まえたものをメインで話す予定です。というわけで一番最初にちょっとスフィンクスのの前段となるスフィンクスのイントロダクション的なところの話をします。でせっかくなんかオフラインの規模増えてきたんでちょっとせっかくなんで会場にいる皆様にちょっとアンケートをせっかくだけど取らせてください。スフィンクス知ってる方いらっしゃいますですよね。やっぱこのトーク来てくださってる人知ってますよね。でスフィンクス使ってますっていうとやっぱ減りますよね。スフィンクスまあ知ってるけどやっぱ使ってない人っていうのはやっぱ意識まあ、使ってるっていうのは、まあ、書いてるって意味での使ってますかっていう質問なんですけど、まあ、そういうことが多いと思うので、で改めてスフィンクスとは何かみたいなことを簡単に話していきます。スフィンクスは、Python 製で作られているドキュメンテーションビルダーです。いわゆるドキュメントテキストベースのソースを束ねて、一つの、まあ、ドキュメントという一塊のものとして扱い、そのドキュメントの塊からそのHTML、PDF を生成するビルドを一貫して行えるようなツールですね。で普段、普通に使っている分にはこのソースにリストラクチャードテキストというフォーマットのドキュメントソースを使ってこの内部で、まあ、Doc Utils っていう、まあ、ドキュメンテーションのライブラリーツールを使っています。でので位置づけ的にはこうですね。この複数のソースを複数のソースをスフィンクスが束ねていろんなファイルに出力する、こんな感じで動いています。で今出たリストラクチャードテキストは、いわゆる軽量マークアップ言語というカテゴリーに属するフォーマットです。いわゆるプレーンテキストの中にいわゆるマークアップの部分があるんですけど、仲間としては、マークダウンあたりとかと結構同じポジションにいる感じですね。でただそのマークダウンとかとちょっと違ってているという点でいうと、そのこのフォーマットには仕様としてディレクティブという概念があります。この今、ちょうど出ているページだとこのトックツリーっていうこのコロンコロンから始まる部分がディレクトリーで、このインデントされているこの中身がまあディレクティブの本体なんですけれど、こういった形のフォーマットを使ってこういう表現をしていいっていう部分自体が仕様として存在しているので、自分の中の感想ではそのマークダウンと比べて表現力や拡張力を上げやすいような構造になってます。で実際にその出力するパターン、先ほど出た HTML や PDF があるんですけれど、例えば他にその電子書籍でよく使われる EPUB だったり、あと
最近自分がちょっとだけ使ったことなんですけど、あのユニックスとかリナックスコマンドのマンページがあると思うんですけど、このマンテキストをリストラジャードテキストからビルドして、このマンページのフォーマットに落とし込むみたいなビルドもできたりします。で、実際にその使われているサイトももちろんいろいろあって、まあ、もちろんあの Python 製のドキュメンテーションビルダーというのもあって、その Python 本体のライブラリだったり、まあ、もちろん Sphinx 本体だったり Python のパッケージ、さまざまな結構なところで使われているんですが、ちょっと変わったところで、こんなのもあるのをせっかくだからちょっと知ってほしいなと思って持ってきました。あのフォートランっていうあの、まあ、科学計算系の言語あると思うんですけれど、最近知ったんですが、フォートランのサイトではフォートランラング .org のサイトがスフィンクス製であることを最近知りました。またあとウェブ系だと、まあ、有名なのは PHP マイアドミですね。このあたりとかも実はあのスフィンクスでドキュメンテーションが書かれてたりします。で、そうですね。で、書籍 PDF ベースといった通り、あの書籍も結構いろんな書籍がスフィンクスで書かれています。このあたりはあのスフィンクスのオルグだったかな、そのサイト各所であのこういう書籍がスフィンクスで作られていますと書かれているものを転用させていただきました。で、ここまでが素のスフィンクスで結構できることで、あのいわゆるリストラクチャードテキストでドキュメントが管理できて HTML の生成をできたり、 PDF も、まあ、PDF に関してはこれはラテフが別途いるんですけれど、 PDF の生成もできたりするんですが、まあ、もちろんその性能だと全然でも困らないんですが、まあ、ちょっと物足りないかなっていう人はいるかもしれません。例えばよく聞く話ですと、もう一番上ですね、あのやっぱキータにしても全にしても基本的にフォーマットってマークダウンで書く人がほとんどな中で、これスフィンクスでリストラードテキストを使っているので、例えば同じスフィンクスでもやっぱマークダウンでドキュメント管理したいみたいな人っていると思います。あとはあのスフィンクスって HTML 直接埋め込めるんですけれど、もうちょっと楽に埋め込みたいよねみたいな話も出たりするんじゃないでしょうか。でそういう時のためにあのスフィンクスはあの拡張ができるようになってます。はい、ちょっと押してる、というわけで、そんなスフィンクスの拡張の話、今回の本題の 0.5 歩手前ぐらいの話ですね。でスフィンクス拡張とは何かというと、まあ、ありていに言ってしまえばあのスフィンクスの機能を拡張するための Python ライブラリーです。でライブラリーでありさえすれば、どこに置かれていてもどんな公開のされ方をしても別に普通にあの使えますし、スフィンクスはあのドキュメントの管理に conf.py というファイルを使っているんですが、この conf.py が、拡張の条件を満たしていれば、これもスフィンクスの拡張になります。ちなみに、まあ、拡張の使い方は多分使っていることがある方はいると思うんですけど、この conf.py のエクステンションズっていう値があって、ここにあの拡張として使いたいとライブラリの名前を書くだけで、そっちの呼び出した側が条件整っていれば普通にちゃんと何事もなくスフィンクスの拡張として機能します。ちなみにこれがあの必要最低限定裁が整っているスフィンクス拡張ですね。あのセットアップ関数の引数にアップ1個、引数が1個ある セットアップ関数がそのモジュールに存在すれば、それはすべてスフィンクス拡張です。一応あの誇張じゃないですね、これあのセットアップがちゃんとスフィンクスの呼び出し側で正しく動くのであれば、これは全部スフィンクス拡張として機能します。で実際にスフィンクス拡張で実現可能なことってどれぐらいあるかというと、ディレクティブの登録をはじめとして、いわゆるあのスフィンクスを普段ビルドに使ったり、そのスフィンクスのためのドキュメンテーションをするためによく書いていることのあらかたすべてができます。これはあの後々ちょっと出るんですけど、その結構根っこのところはスフィンクスが開けてくれているので、あの結構ほとんど多くのことができて、実質スフィンクスというか Python の CLI 処理で普段やっていることは大概できると思ってくれて構いません。でこれさすがにちょっと雑すぎるのでざっくりと分類すると、スフィンクスの視点で見た場合の拡張は大きく分けると3プラス1ですね。先ほど の, そのリストラクチャードテキストのフォーマットを増やし の拡張の種類を増やしたり、そもそも使えるフォーマットを増やすような入力系の拡張で、実際にそのドキュメントから表現力をいろいろ増やすために出力に関する拡張で、それとは別にその途中の経過でいろいろ何かをするための、内部で何かするための拡張で、それをまあ大体複合したもの
みたいな形で分類ができます。で実際に拡張の例で、あの普段のスフィンクスの本体の中にもバンドルされて普段は呼び出さないと使われないものがあったり、実際にサードパーティー製のライブラリだったりいろいろありますね。でちょうどサードパーティー製のこの1個目に書いてあるこのマイストパーサーというスフィンクスの拡張を使うと、漏れなくマークダウンで、スフィンクスのドキュメントを管理することができます。でちょっと これからのこの後の時間でスフィンクスのドキュメント拡張の書き方みたいな話をしていくんですけれど、その例示用にいくつか出てくるスフィンクス拡張をちょっと2つばっかり紹介させてください。どちらも自作です。で1つ目、これスフィンクスコントリブ O エンベッドっていうやつです。これはあの O エンベッドっていう、HTML かなのコンテンツを埋め込みやすくするための情報を、クライアントに渡せるようにする埋め込みのサポートをするような企画なんですけれど、こいつを使って、URL 指定をするだけでこういった、まあ、今出ている私のツイートみたいなものを、埋め込めるようにする拡張です。もしスフィンクスでドキュメント書いてる方って分かると思うんですけれど、ツイートを埋め込もうとするとこのローティーディレクトリを使ってツイッターのあの画面からのこうピあの埋め込みを、ね、HTML を取ってきて丸っと貼らなきゃいけないやつなんですが、これをこの O エンベッドっていうディレクティブを使うだけで URL を貼ったら勝手に埋め込んでくれるっていう、個人的には便利使いしてるやつですね。でこれはいわゆるあの O エンベッドっていう入力が必要なんで、入力とその出力をするための出力と入力に関する拡張です。でこのあたりの拡張は、この後出てくるディレクティブやノードというものを使う必要があります。そしてもう一つ、スフィンクスコントリブブドウ X、Google が出している日本語の分解解析、開業ポイントの解析用のライブラリがあるんですけれど、こいつを使って日本語分の開業をいい感じにできるようにする拡張です。いわゆるこれですね、多分見たことある人そろそろ減ってくると思うんですけど、いわゆるこのあなたと Java 今すぐダウンロードっていうこの良くない拡張をあの BudoX を通して開業箇所を埋め込むと、あのこういうふうにできますよね。こういうことをするための拡張です。でこれは出力のみに関する拡張です。であのスフィンクスの内部処理で HTML を生成するんですけれど、この内部処理の途中でそのスフィンクス本体が出力生成した HTML をさらに加工することが必要なので、その出力のタイミングに割り込むっていう加工が必要です。この割り込むっていうところが、まあ、ポイントになる拡張ですね。はい、ではここからが本題メインですね。スフィンクスの拡張の実装アプローチの話をしていきます。で改めて再計すると、この最低限体裁が整っているコード本当にこれだけなんですけれど、いわゆる、とりあえず回引数なんでアップってしてるんですけど、引数を1個受け入れるセットアップ関数、これがあれば先ほど言ったようにスフィンクスはあの宣言あの拡張に記述されたモジュールを読み込んでこのセットアップ関数を見に行ってくれます。つまり実態としては大雑把に書くと、入出力を追加するため その関数やクラスだったり、実際にその割り込み、先ほど出てきたその割り込みというところにイベントハンドラーがあるんですけれど、このイベントハンドラー用の関数群でこれらをスフィンクス本体に紐付けることを目的としたセットアップ関数とおまけ、この4つで大まかにスフィンクス拡張は構成されています。で個人的に普段使ってて一番大事なのはここの星で書いたあのセットアップ関数ですね。ここが拡張っていう部分で考えると非常に重要です。それこそセットアップを制するものはスフィンクスを制すぐらいに、まあ、重要かなと思ってます。でセットアップ関数の主な役割は、スフィンクス本体に対してこの設定のどんな設定を追加するかの宣言だったり、この拡張を通してどんなディレクトリを実際存在することを伝えるような処理だったり、でこの拡張を読み込まれたタイミングに あるイベントに対して追加でこれをやってほしいというイベントハンドラーの登録だったりというものが全部揃っています。これが先ほど言ったそのセットアップ関数の最初の引数のアップという部分になるんですけれど、ここのアップがスフィンクスのビルド時の本体、いわゆる
スフィンクスのアプリケーション本体のインスタンスがそのまま渡ってくるので、ここのアップに対してアップが持っている各種 API を全て呼び回すことができます。で、なんでこれがすごい重要かというと、スフィンクスの処理の関係上、コンフィグの読み込みとほぼ同時のタイミングに動くため、ここで終わらせないと困る処理っていうのが結構あります。例えばファイルの出力の後にディレクティブが増えてもしょうがないので、ここでスフィンクスのメイン処理までにやっておかないといけないこと全てを記述しないといけないため、結構このスフィンクスのセットアップパイをまず最重要視して普段書いてます。で、実態としてもこんな感じなんですね。スフィンクス本体が途中で、中でディレクティブだったり何なりを読んでるんですが、セットアップ関数を呼び出したときに、このセットアップ関数が拡張の中で管理しているディレクティブだったりイベントハンドルだったりを全部保持します。全部保持というかアッドで登録する感じですね。ので、実際メイン処理のときってスフィンクス関数見ない、拡張を全体として取り扱うことってもうほとんどないんですね。ので、セットアップでよろしく登録忘れちゃうと、そこの登録しなかったものが全部まるっと抜けてしまうので、改めてセットアップ関数が重要です。で、先ほど出てきたいくつかのセットアップ関数の役割の中身のことを話していきます。セットアップ関数、コンフィグですね、いわゆる設定項目の追加、conf.py の中にはさまざまな設定項目を書くのですが、ここにどんな項目が新しく追加するかというものを宣言することができます。で、これが気をつけないといけない点としては、conf.py の中で重複って当然許されないので、例えば他のスフィンクス本体と全く同じ設定名にしたり、他の拡張とバッティングするような命名規則をすると、機能しませんので、このあたりはなんか、普段使っているものと比較して気をつけていく必要があります。そしてもう一つ、次が、ディレクティブの登録ですね。先ほど出てきたように、その OEmbed みたいなタイプの、入出力に関する拡張したいときにどうしても必要になって、さまざまな形式があるんですが、一旦ディレクティブとノードだけちょっとお話ししますね、時間的にも。これ先ほど言った OEmbed を使ったディレクティブの登録です。これ上が Twitter の埋め込み、下が YouTube の画像の埋め込み、下をやる と、ビルド時にいわゆる YouTube の埋め込みの動画がそのまま埋め込まれます。で、もちろんスフィンクスの拡張として作っているのもあるのが当然なんですが、この OEmbed っていうものはスフィンクス本体にはありませんので、こういうものを自作して登録する必要があります。で、実際に、簡略化したディレクトリーの定義と埋め込み方なんですけれど、この上にある OEmbed ディレクティブは実際にこのドキュメントから埋め込まれたディレクティブを見たときに、その中身を読んで何をするかを定義する必要があります。で、実際にここのデフで欄があるんですけれど、その先ほどの URL とディレクティブを見つけたら、ここの欄が呼ばれるようなイメージですね。で、欄の中で、ちょっと後で説明するんですけど、ここの OEmbed というノードが作られて、それを返すというこの run というメソッドが必ず必要になります。で、セットアップ関数の中で add directive という形で、このディレクティブのテキストの中からこれを見つけたらこちらのクラスを使いますという宣言をしておくわけですね。で、なんでこんなことしないといけないかというと、ディレクティブってあくまでリストラクチャードテキストの中の話なんです。で、実際にスフィンクスがドキュメントとして内部で管理するときは、その docutils のドキュメントという形式で管理するんですけれど、ここでの管理の仕方はディレクティブではなく、ノードという形態で管理します。ので、ディレクティブだけを宣言しても、実際どんなドキュメント上のどんなノードが対応しているかがセットで必要になってくるため、大体ディレクティブを登録したら、ノードがセットでついてくる感じになります。で、こっちがノードですね。先ほど言ったOEmbedっていうノード、今度はノードの継承したOEmbedっていうノードのクラスを定義する感じになります。ちょっと先に、一旦先にすると、こうやって
こちらさっきのアッドディレクティブと同じくアッドノードっていう形式で登録する感じになるんですが、ノードの特性として出力にも関わってくるので、このノード応援ベッドっていうノードに到達したら出力時に何をしてほしいか、抜けるときに何をしてほしいかという出力に関する処理もここで定義しないといけません。でこれと合わせていわゆる出力時のビルダーという、例えば HTML 出力するときはこの応援ベッドのノードに対して入ってきて出てくるときに何をするかという形式で定義してあげる必要があります。で他のニュース欲に関するのだとビルダーっていうのがあるんですけれど、これは今回、割愛しますというか、いろいろやることが非常に多いのでちょっとスキップします。今回そしてもう一つ、イベントとノードの他にセットアップカウズのところで出てきたものとして、そのイベントハンドラーの話をしました。でこちらはいわゆるスフィンクスのビルドの処理の過程であらかじめこのタイミングで、こういうイベントが用意があるっていうイベントがすべある程度用意されており、これをもとにしていくつかの追加処理を、登録することができます。で基本的にイベントハンドラーに呼ばれた時点で、その時点でどういうことをした後のデータという形式で引数で全部渡されるために、その場のイベントハンドラーでいろんな加工が対応できます。普段書いてないんですけど、それこそ読み込みが終わったソースをもとにそこからもう再加工、何かを加工してしまうみたいなことができたりしますね。で最初から結構な数のハンドラが用意されているので、もうその時点で便利なのですが、スフィンクス拡張の中でさらに自分でイベントを作ることができるので、これって意外と拡張性がすごい高いんじゃないかなと思ってます。普段は使ってないです。実際にイベントハンドラの書き方はシンプルで、これ1個上はあるイベント用の関数なんですけど、そのイベントに対するそのイベントのハンドラがどんな引数を受け持っているかを確認した上で、ある関数を定義して、この app.connect というメソッドを使い、このイベントが来たら、この拡張では追加でこの関数を呼び出すというのを登録することを黙々とするだけとなりますね。一応さっき書いたようにアッドイベントというメソッドを使うことでイベントそのものを増やすこともできます。ちなみにイベントハンドラーの種類、コアイベントの種類なんですが、18個は、めっちゃあります。ドキュメントからピックアップしてだけなんですけど、下でめっちゃ見切れてるぐらいあって、普通に数が多いので、普段自分が使ってる、よく使ってるイベントハンドラーだけ2つ紹介します。あとで分類するとこんな感じですね。いわゆるビルドの初期処理だったり、そうじゃなかったタイミングで、ソース読み込み、中間、出力、終了みたいなタイミングでグルーピングされています。で普段使いがちなコアイベント、一つ目が HTML ページコンテキストです。これは、ドキュメントをいろいろ処理を生成したと最後に HTML を出力するタイミングで、ファイルを生成する直前に呼ばれるイベントです。これは、生成時のテンプレートに埋め込む直前の HTML を加工できるので、例えば先ほどのブドウ X みたいに追加で改行を埋め込みたいとか、全てのテキストソースの後ろに何か HTML を埋め込みたいみたいなことをする時によく使います。もう一つが、コンフィグイニテッド、これはスフィンクスがビルド処理をする一番最初、大雑把に言うと、拡張のセットアップ関数をすべて読み終わったほぼ頭ぐらいに呼ばれるイベントですね。なんでこれ普段使ってるかというと、一番最初に呼ばれてくることと、拡張の都合で追加でどうしても何かやりたいけど拡張の後でいいやっていうのがたまにあったりするので、こういう時のために使うことがたまに、あります。で実際にイベントハンドラーの中身を実装、じゃあどうやっていけばいいかという話なんですが、基本的にはその拡張で何をさせたいかを整理して上で、その何をさせたいかをいつやるべきか、どこでどういう処理をするべきかをあらかじめ整理した上で実装をします、するという感じになります。このあたりはなんていうか普通の、Python に限らず普通のアプリケーションでもあまり変わらないかなとは思いますけど、で実際に先ほど出てきたブドウ X の場合だと、
このセットアップ関数のコネクトで、まあ、HL ページコンテキストのタイミングでアプライブドウ X というものを呼ぶような形式で普段実装しています。でこの関数、このイベントに対して、全部で 1,2,3,4,5 個の引数が存在するが渡されるタイプのイベントなので、あのここのでコンテキストが、まあ、テンプレートで使うファイルな、変数なんですけれど、ここの中身のボディをこっちで、ここのアップデートボディでいじり、もう一回コンテキストに入れ直すっていう形式で加工する形式を取ってます。こういう感じでこのコンテキストにあった中身を加工することで出力の中身を改変することができます。でこれの思考の考え方としては、要するにそのページごとの出力 HTML を加工したいので、つまり中身としてはボディの部分をいじりたい、つまりこのボディをいじるためにはHTML ページコンテキストでないと、もう絶対ここでないと加工ができないので、ここでイベントで処理をする必要がある。でこのためにはどんな引数があって、どういうところに何が入っているかの引数を調べて実際に実装するという感じになっていきます。でここまでをざっくり整理すると、まあ、基本的にやっぱ頭になってくるのがセットアップ関数が第一です。でここでもろもろのことができます。でもし分布を増やしたいんだったらディレクティブノードなどの追加、処理の割り込みだけをしたいのであればイベントハンドラーの登録みたいなことをしていけばよいですね。でこのあたりまでが要するに普通に実装する感じの中になるんですが、ここから先もうちょっとだけ踏み込んで品質をちょっと良くするための実装アプローチです。基本的にただローカルでただ自分のスフィンクスドキュメントに拡張めいたものを実装したいだけだったら普通にトライアンドエラーで十分です。これはまあ普通に困るの自分だけで済むので、そんなに何がビルドが死んだところでそこまで困るっていうことではないからですね。とはいえ、実際に、まあ、特に公開する場合にも限らないんですけれど、特にまあ公開する場合とかにこのあたりのことを考えて実装を追加しておくと後々の人の助けになります。1つ目がロギングですね。でスフィンクスって、スフィンクスユーティルロギングっていうモジュールがあります。これはいわゆるPython の標準ライブラリのロギングのラッパーなんですけれど、出力先のコンスハンドラーあたりのところが追加で登録されているので、こっち経由でロガーを生成してロギングをすると、いわゆるスフィンクスがビルドするときの出力結果にもうそのまま一緒に流れてくれるようになります。例えばこういうふうな、条件付けでノーティスを投げると、セットアップのタイミングで Python のマイナーバージョンが7未満6とか、いわゆる EOL、 今回だと EOL ですね、だったときにインフォを出すみたいなことをロギングで簡単にできるようになってます。ちなみにエラーハンドリング、すみません、エラーハンドリングなんですけど、なんでこんな絵文字を使ったかというと、実はあんまり考えてません、そんなに。というのも、毎回呼ばれて処理するアプリケーションと違って、スフィンクスって基本的に静的ファイルを生成するものなので、拡張利用時に何かがあった場合にも、おとなしく速やかにビルド失敗しちゃえばいいかなと思ってます、普段は。ただなんかスノーエラーだと分かりづらそうだったら、なんかエラーを追加でメッセージを残して、例外を投げて死んでしまえばいいという、そんな感じですね。でもう一つで関数単位のテスト、これよくある Python でもユニットテストあると思うんですけれど、こちらもやるに越したことはないけれど、こっちもまあ必要なタイミングのみやればいいかなと思ってます。これは先ほど言ったように速やかにビルドに失敗したら速やかに死んでしまいましょうという思想ですね。でちょっと次のページで出るんですけれど、 PyTest を使った方がいいです。これはでなぜかというと、次ビルド想定の E2E テストを書くときに、スフィンクスにはビルドを使うの補助をするためのフィクスチャーを含む PyTest 向けのテスティングライブラリがいくつか同梱されています。スフィンクステスティングというものですね。でスフィンクステスティングを含めて、ま、PyTest のマークをつけることで、このスフィンクステストアップっていわゆるビルド用に使ったアプリケーションオブジェクトを渡して、実際にその場でビルドして中身を取ることができます、ビルド結果を。でこういった外でビューティフルスープみたいなライブラリを使うことで、そのビルドした生成物を直接そのパースして中身の成果物として動作確認ができるので、どちらかというと普段自分もそのスフィンクス拡張のテストを書くときは、こちらの E2E テストをのようなものを書くことが多いです。で実際にじゃあ公開
使いたくなって自分以外にも使えそうな気がするんであれば、多分迷わずPyPI に公開しちゃっていいと思います。ただ、今回時間もともとあるので、公開手順については一旦省略します。このあたりの検索キーワードでサーチしてみてください。でちょっと最後ノット実装の話をすると、先ほど言ったように、どこで何をさせたいかをイメージすることが結構重要だったりします。でどうした方がいいかに関しては、結構スフィンクスってドキュメント、拡張に関するドキュメントが普通に置いてあるので、ここをまず読みに行くところから始めればいいんじゃないかなと思います。実際はでもう一つ、拡張に依存しないような要素があるんだったら、多分別のライブラリー化しちゃった方がいいですね。でもう一つ、既存の拡張が結構出回っているので、どういった書き方をしているんだろう、積極的に見に行くといいと思います。この辺りはスフィンクス本体にも含まれているので、積極的にコードリーディングをしてしまいましょう。でさらに一歩手前として、拡張のためには何を拡張したいかの動機が必要なので、例えばこう使ったらちょっとここが気に食わないから何とかしたいというのがあるので、そういう時のためにスフィンクスの使い方を知る必要があります。でスフィンクスを使って、そのスフィンクスのドキュメントを読んでどういう動きをすることを知ることが結構大事ですね。でこれはちょっと最初にも書いた通りなんですけれど、いろんな OSS で拡張するためにやっぱそのあたりは全く同じことが言えます、言えますね、はい。でこうすることでただただ使えるほんの一歩先へ踏み込めるようになるかなと思います。で逆の視点で言うと、拡張可能にすることだったら、ある自分の持っている OSS を拡張可能にしたいんであれば、このあたりの普段こういった拡張ポイントが逆に備わっているといいって感じになりますね。で大丈夫ですかね。でまとめです。最後で、スフィンクスを拡張するという話を趣旨していました。で先ほど言った通り、スフィンクスの拡張、セットアップ関数から始まりますので、セットアップ関数をまずきちんと追って、どういうことをしたいかをそこで明確にしてあげると良いと思います。でそのためには、まず拡張ガイドを一読するところから始めれば良いですね。で最後に書いた通り、ノット技術のところにもあるように、拡張の動機は大事なので、いろんなスフィンクスのなりのりなりをぜひ使い倒して不満点を見つけてあげてください。以上となります。ご清聴ありがとうございました。はい、発表ありがとうございました。何か質問がある方はこちらの方に QR コードありますので、スライドゥの方に書き込んでください。そうですね、何個か質問来てますので、マークダウンでウィキを作る場合と比較してスフィンクスのここが好きなポイントがあれば教えてくださいとのことです。マークダウン、そうです。マークダウンと比較して普段自分が好んでスフィンクスを使ってる、好んで使ってるんですけれど、一つは先ほど言ったようにディレクティブというところが割と使用レベルで明確化されているので、自分の手でやっぱ拡張がすごいしやすい点がありますね。マークダウンって特に結構いろんな意味で良くも悪くも仕様がちょっと細分化されて乱立して、この文法こっちでは使えないみたいなのがある中で、スフィンクスとリストラクチャードテキストだと割とその自分で拡張を増やして、こういう拡張の元に書けばいいっていうのを割と自分でハンドリングしやすいので、そこで好んで使っている傾向はあります。はい、ありがとうございます。よくあるマークダウンの方言っていうやつです。はい、ありがとうございます。はい、他にはですね、スフィンクスに依存しない部分は、そうです、もしかしてレシーバーつけた方がいいですか。つけた方が多分僕の声とかも聞きやすいと思うんで。チャンネル何番ですか。1番。 OK です、大丈夫です。はい、失礼しました。スフィンクスに依存しない部分は分離するというのがすごく分かりやすいのですが、リリースフローが複雑化して修正のベロシティが下がったりする気もして、開発初期は特にやりづらい気がしますと。でその辺のバランスとか意識してりはしまし意識したりしていますかということです。そうですね、今普段書いてあるものに関して言うと結構な割合で
なんだかんだでスフィンクスでしか使わないで済んでることが多かったりはします。ので実態として分離してもいいし、なるべく分離は心がけてはいるものの、案外その分離するタイミングってやっぱ難しくて、明らかになんかどう転んでもなんか正確にはあれですね、スフィンクスのドキュメント以外で使いどころが見つかったって思った瞬間ぐらいを目安に普段分割させている感じですね。一個 Google フォントの URL をスフィンクスに埋め込む拡張を昔作ったことがあるんですけれど、これ別になんかジャンゴ向けの HTML URL をただ生成するだけだからスフィンクス拡張である必要はないなってふと気づいた時に分割するみたいな、それぐらいの緩い感じでなんか境界線定めていることが多いです。はい、ありがとうございます。お時間の方になりましたので、高木さんのトークの方を終了させていただきます。発表ありがとうございました。参加者の方は大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。またこの後にですね、質問がまた自分の中で出てきたなと思った方はですね、直接お話、廊下とか、ホワイトとかで、することができますので、登壇の方の周りではなくて廊下とかホワイエの方へ移動をお願いいたします。またスポンサーブースにもありますので、こちらもぜひ、訪れてみてください。チケットを購入した上で参加していただいている皆様には、スタンプブースの失礼しました、スポンサーブースの、シールプラリにもご参加いただきます。規定数、シールを集めると限定 T シャツ、ちょっと手元にはないんですけども、限定 T シャツとも交換できますのでぜひご参加ください。それではこのトラックの方を終了させていただきます。最後にまた大きな拍手をお願いいたします。